皆さん、こんにちは。今日は5月の14日、日曜日なんですけど、今日愛媛 FC 試合がありまして、大事な今日は試合の日ですね。まあ、どの試合も大事な試合であることは間違いないんですけど、今日はいよいよ伊予決戦、その当日ということになります。はい、まあ、愛媛 FC のファンの方とかね、愛媛に住まれて、このチャンネルを見てくださってる方には、伊予決戦お分かりかと思いますけど、伊予決戦っていうのは、愛媛県に僕が所属している愛媛 FC と、そして今治には FC 今治という J3 のチームが2チーム存在してまして、まあ、いわゆる世界で、いうダービーマッチですね。はい、その愛媛に拠点を置く2つのプロチームが今日は試合をするという、その試合が伊予決戦という形で銘打たれて、今日試合をするという形ですね。そんな中で、まあ、本当に重要な一戦になる。もちろん、シーズン通しての1試合であることは間違いないんですけど、まあ、両チーム気合が入った素晴らしいゲームになる、そういう1試合なのかなっていうふうには感じてますね。まあ、本当に気持ちを前面に押し出してね、戦わなくちゃいけないというのがダービーマッチだと思ってるんで、まあ、内容云々より結果にこだわってね、今日は戦わなくちゃいけないんじゃないかなと、そんな風に僕自身は捉えてます。本当だったら試合にね出て、愛媛 FC のために戦いたいんですけど、今日は残念ながら、メンバーに森脇入ってないので、ちょっとこういう形で、カメラを回してますけど、まあ今日はアウェーで、里山スタジアムで今治のホームゲームで、試合が行われるわけですけど、森脇も現地に行って、気持ちを選手に届けたいなと思っております。メンバーを外れてもね、本当気持ちは一つなんで、思いは一つなんで、とにかく愛媛 FC の勝利のために僕自身もできることをやっていきたいなと考えてます。はい、ということで、また里山スタジアムの様子とかね、試合の様子っていうのをカメラで回せたらいいかなと思ってるんで、皆さん今日もお付き合いよろしくお願いします。それでは今治の方に、里山スタジアムの方に向かっていきたいなと思います。絶対に負けられない戦いがそこにはある。行ってきます。頑張ります。この駐車場はこっちですか？はい、あ、了解です。あ、回る。あ、なるほど。はい、どこで U ターンしたらいいです？ここの部分のちょっと広い部分で。あ、いいですか。はい。皆さん無事に里山スタジアムに到着しました。これから歩いてちょっとまあ距離があるのかな、歩いて、スタジアムの方まで向かいたいなと思っております。ちょっと上りなんでね、いい運動になるかなと思います。はい、それではスタジアムの方に向かっていきます。残り1分です。1年後は残り1分です。では時間となりましたが、両チームの選手はピッチ内をマップ終了してください。今治市から今治迷彩に詰め合わせが行われます。まずは今治市長の徳永茂樹様、メッセージをお願いします。今、伊予決戦を終えて、車の方に戻ってきました。結果は0対0という結果でしたね。まあ本当に上から見ててね、出てる選手はものすごくファイトして、エキサイティングな試合展開だったんじゃないかなと思ってます。まあ、得点するチャンスもあったんで、非常に悔しい引き分けかなという印象を僕は持ってますけど、まあしっかりこれを次はホームゲームにつなげていけるように頑張っていきたいなと思っております。伊予決戦を終えて、率直に思ったのはやっぱりダービーはいいなと、伊予決戦はいいなと、本当に熱い試合になるなというのを感じましたね。まあ雰囲気もそうだし、サポーターファンがね、作り出してくれる雰囲気もそうですし、選手の熱気もやっぱり世界的に言われているダービーマッチっていうのは燃えるものがあるなっていうところは今日の試合を見ながら感じていました。まあ自分がね、そこのピッチに立ててないっていうのはね、非常に悔しい思いがありますけど、まあ、またホームでね、ニンジニアスタジアムで伊予決戦戦えるそんな瞬間があるんで、その時にはぜひピッチの上に立って愛媛FCの勝利に貢献したいなと思ってます。また一日一日をね、自分なりに日々精進して、頑張っていきたいなと思ってます。はい。ということで、この辺でカメラを失礼したいなと思っております。皆さんまた、誘ってんじゃん TV も応援してください。よろしくお願いします。今日もお付き合いありがとうございました。バイバーイ。